皆さんこんにちは、太陽です。今日はですね、これは買い、アルミフレームの紹介したいと思います。てかアルミフレームのロードバイクで、これは買ってもいいんじゃないかなっていうのを紹介したいと思います。やっぱりロードバイクに乗ってると、その何でしょう、カーボンフレームが、欲しくなったりとか、やっぱりいつかはカーボンだよねっていう考え方をお持ちだと思うんですけども、僕もその中の一人で、僕の場合一番自体逆だったんですけど、先にカーボンフレームを買って、その後アルミが気になってアルミフレームを買った口なんですけれども、だからアルミフレームに対して結構魅力的な面もあるのかなと思ってるんですけれども、そういう考え方に陥ったって言わないんだけど、そういう考えに至ったっていう感じなんですけれども、ただものによってはそのアルミフレームでもすごい良さを感じるものとか、これあれば別にカーボンフレームいらなくねっていうような、そういうすごいアルミフレームも最近は多いんですよね。もちろん重量とかに関しては、もちろんカーボンより劣るところはあるんですけれども、それを差し引いてもすごい性能が高いアルミっていうのは今もうゴロゴロあるので、正直カーボンフレームをゴールにしなくてもいいんじゃないかなって僕は結構思ったりしますね。それでもカーボンが欲しいんだったらカーボンに手をつけてもいいと思うんですけれども、ずっと末永く乗ってもいいんじゃないかなっていうアルミフレームを今回は5社紹介したいと思います。5車種紹介したいと思います。はい、じゃあまず一発目からいきましょう。一発目はアレースプリントです。はい、皆さんご存知のアレスプというやつですね。いや、アレスプリント本当にいいです。やっぱり僕も最近前の実はアレスプがいいっていうのは聞いたんですけど、乗ったことなかったんですけど、この間ちょっと知り合いがちょっと乗ってみてくださいよって言って貸してくれたんですよ。それでちょっと回っただけなんですけども、すげえ良かったですね。あれは本当によく進むし、乗り心地も悪くないし、もちろんカーボンに比べたら乗り心地は硬いのかもしれないんですけども、その貸してくれたこのアレスプリントがものすごいカスタマイズされてですね、まずコンポーネントはシマノのデュライエス、はい、でカーボンシートポスト、これは元からついてるのかな、にステムもカーボンで、ハンドルもカーボンのいいやつ、確か 3T だったかな、すごいいいやつがついてると思うんですけども、でカーボンディープリムがついてましたもうアルミフレームの関係で絶対ついてないようなパーツのアッセンブルがついてるんですけども、要は上位のそのカーボンフレームのロードバイク、その100万とかするやつと、ほぼ同じ条件のアレスプに乗らせていただいたんですけども、正直もうこれで十分だなと思いましたね。はい、もちろん長く乗ったわけじゃないので、そのすごい長距離を走ったらそのカーボンの良さが出てくるとは思うんですけども、乗った感じは本当にこれ本当にアルミフレームっていうくらい乗り心地もいいし、よく進むし、すごい良かったですよ。アルミフレームってやっぱり加速性能が高いので、そういう意味ではアレスプの良さはその加速性能の高さが出てたなって思うので、ちょい乗りする分には正直カーボンじゃなくてもいいなみたいな感じ思える感じだったので、アレスプめっちゃいいっすよ本当に。はい、結構僕のチャンネル見てる方でもアレスプ気になってる方いいと思うんですけども、あれはかなり良かったです。はい、すごくいいですアレスプ。はい、これが1車種目ですね。次2車種目、キャド13です。はい、このチャンネルで試乗動画も出してるキャド13なんですけども、これもやっぱりいいですね。僕が乗ったやつは完成車のパッケージなので、そのホイールとかもそんなに軽くないし、コンポーネントも105だったんですけど、多分これコンポーネントデュライズにしたり、ホイールをカーボンリブに変えたら、その名の通りもうカーボンキラーというになりうるんじゃないかなって思います。はい、本当にやっぱりあれなんですよね、上位のカーボンフレームのその完成車ってやっぱりいいホイールとかいいコンポーネントがついてるんですよね。そのハンドルとかもカーボンがついてるものもあったりとかするので、そもそもそこで結構差別化というか性能の差が結構出てるので、アルミフレームでもそのさっきのアレスもそうなんですけど、カーボンディムとかデュラエースのコンポみたいな上位グレードのコンポをつけてあげるとかなりの戦闘力を発揮すると思うので、そういう意味ではキャド13もやっぱりいいと思います。キャド13に関しては乗り心地もアルミフレームとは思えないマイルドなので、そういう意味ではかなりおすすめではあります。はい、アレスプみたいなちょっとアッセンブルをしたやつ乗ったことないんですけども、普通の完成車のパッケージでもかなりの性能を発揮していたので、かなりこれもおすすめですね。はい、これが2車種目、次3車種目なんですけれども、エモンダの ALR ですね。これは僕の友達が乗っている自転車なんですけれども、これもかなりです。キャド13とかなり似てるんですけれども、アルミフレームですけれどもかなり軽いですし、加速性能も高いので、これもやっぱりおすすめできるかなと思いますね。多分この子もそのコンポーネントを上位にしてホイールを変えたら同じことになるんですけれども、かなりいい線いくと思います。正直練習用バイクとしてはもったいないぐらい、もうでならないこれレース出るんじゃないかっていう自転車が多分
完成すると思います。多分ホイールとか頑張ったら多分6キロでもいけるんじゃないかなってぐらいフレームが軽いんですよね。さっきのキャブ13もそうなんですけれども、まあ、アレスプは結構エアルなフレームなのでどっちかというとスプリント向けだと思うのでそこまで軽くはできないと思うんですけれども、まあ、乗った感じはかなりこの3車種、まあ、アメリカメーカー3車種トレック、スペシャライズとキャノンデールのアレスプリントとキャド13と、エモンダの ALR、 この3車種は本当にレースで使う人におすすめですよ。あのレースであのなんだろう、まあ、ヒルクライムとかそういうなんだろう本当に軽さが重要なところにおいてはもしかしたらやっぱカーボンフレームには劣るところはあるかもしれませんが、あの平坦を走る分には正直全然問題ないなっていうのが僕の個人的な感想になりますね。はい、でこれが3車種目になりますね。次4車種目ですけど、これちょっと思考を変えます。あのアルミフレームってやっぱりあの皆さんあのやっぱり硬いなっていう印象をお持ちだと思うんですよ。やっぱりカーボンに比べても乗り心地が悪いなっていう感じなんですけども、その概念を覆してくれるモデルを紹介します。ビアンキのビアニローネです。はい、ビアンキのビアニローネ、まあ結構あの普段乗りとして使ってる人とか、まあいわゆるファンライドロードって呼ばれるロードバイクにはなるんですけれども、なのであのさっき紹介した3車種に比べると重量はやっぱりちょっと重いんですけれども、この自転車は何がすごいかと言いますと、とにかく乗り心地がいいです。あの僕の試乗動画であのビアンキのあの3車種乗り比べしてみたっていうやつあるので、そちらでもあの説明してるんですけど、本当に乗り心地がいいんですよ。目つぶって乗ったら僕の中ではカーボンフレームとあんまり変わらないんじゃないかなっていう感じの乗り心地の良さを実現してるんですよ。あのビアンキの独自の技術がフォークとかシートステとかにも使われてまして、めちゃめちゃ乗り心地がいいです。多分アルミフレームのエントリーバイクで乗り心地の良さはおそらくトップクラスだなって僕の中で思ってます。はい、でまああの重量は確かに重いです。あのエモンダとかキャド13に比べたら重いんですけれども、多分キャノンデールのキャド13よりも乗り心地はいいかなって思いましたね。なんか乗り心地がしっとりしてるっていう感じですかね。なんかあのなので長距離乗っても疲れにくいと思います。なのでまあロングライドをしたいなっていう人とかはこのビアニローネはかなりおすすめかなって思いますね。レースで使うと思うと確かにちょっともっさりしてるんで、あの反応性の高さとかは多分他のアレスプリントとかには劣るとは思うんですけれども、とにかく乗り心地がいいので、まあ、ロードバイク初心者でも多分おすすめできますし、その上級者のセカンドバイクとしてもあの購入おすすめできるかなって思いますね。いかんせフレームがの頑丈なので壊れにくいっていうメリットもありますので、多分キャド13とかアレスプリントとかエモンダとかは結構アルミの中でもとにかくレースで使えるアルミっていう感じなので、多分若干ニオレに比べて薄かったりとかするので、そういう意味ではレース用バイクって感じですけど、二度寝に関しては本当に普段乗りからロングライドからツーリングまで使える、まあそういうバランスのいい自転車になってるので、まあ乗り心地がいいバイク、ロングライド向けのバイクで、でもカーボンにちょっと手が届かないっていう人はビアニローネおすすめしますね。はい、これが4車種目です。で5車種目なんですけれども、これはジャイアントの TCR になります。はい、ジャイアントの TCR、 今だと SL っていうやつなんですけれども、あの一番上のモデカーボンモデルがアドバンスと SL で、あのアルミフレーム あの一番下のやつも SL でちょっと紛らわしいんですけれども、 TCR の、 あの何がいいかっていうと、僕 TCR 5、6台ぐらい乗り継いでて、どれも乗ったことあるんですけれども、どのモデル乗っても TCR っぽさをあの失っていないところがすごいなって思ったんですよ。あのアドバンスと SL グレードのカーボンフレームとアドバンスグレードのカーボンフレーム、あとアルミグレード の TCR、まあ、SL は正直実はまあ乗ったことないんですけれども、そのいろんな TCR を乗り比べてみても、どれもその TCR の良さ、そのレスポンスの良さと加速性能の良さはやっぱり残ってるんですよね。で乗り心地もそんなに悪くはないかなっていう、アルミフレードから硬いとかカーボンが柔らかいっていう極端なその性能の差がなくて、 TCR らしさがすごい残ってるんですよね。その TCR の美点、その低重心で加速性能が高くて、そのヒルクライムも得意で、その反応性とかコーナーリング性能が高いっていうのが全てのグレードで、残ってるっていうのが TCR の良さなんで、 TCR はアルミフレームでもかなり のところまでいけると思います。まだお会いしたことはないんですけども、ナオッキーさんっていうYouTuber の方がいるんですけれども、その方もジャイアントの TCR のアルミに乗ってて、で確かスコットのフォイルだったかな、フォイルに乗り換えたらあんまり自分のあれに合わなくて、結局また TCR に戻ったっていう経緯がある、らしいんですよね。動画の中で見た感じだと、そういうところもあるので、下手なカーボン買うよりも TCR 買っといた方がいいんだよっていう、そういう結果に出たりするわけですよ。
僕も正直アルミの T シャツ乗ったらすごい、こんな乗り心地いいのって思いましたし、こんなに加速すんのみたいな感じで、僕のアドバンストグレードのカーボンフレームの性能は落ちてるはずなんですけれども、それを乗った感じだとあんまり感じさせないところが TCR のすごさだなって思いましたね。ジャイアントアルミフレームも結構よく出てて、エスケープとかもすっごい乗り心地がいいんですよ。クラスバイクでアルミフレームなんで、まあもちろん乗り心地がいい条件は揃ってるんですけど、それにしても乗り心地いいなって思うんですよね。なのでジャイアントの TCR はアルミフレームですけどおすすめです。コンテンドっていうのも出てるんですけども、レースに出たい人は TCR の方がおすすめかなっていう。でまあビアニロイドと同じで、普段乗りに使いたい方はコンテンドってやつをおすすめしますね。コンテンドのこのチャンネル見てくださってる方でコメントくれる方で、そのジャイアントのコンテンドってどうですかっていうコメントが最近結構多いので、今度コンテンド特集とかもちょっと紹介したなと思っております。はいそんな感じですかね。というわけで今回はそのアルミフレームでもカーボンキラーをできる自転車を紹介しました。まあちょっと一部二度寝とかコンテンドはちょっと違うんですけれども、まあロングライトとか乗り心地の良さに関しては下手したらあの子はカーボンを上回る、そういう意味ではカーボンキラーしてるかなって思いますね。アレースプリントとキャド13とエモンダに関しては、あと TCR に関しては本当にカーボンキラーできる実力を秘めてるので、そこら辺皆さんカーボンフレームちょっと買えないけどアルミフレームでなんかいいのないですかっていう探してる方とかは、まあぜひともそこら辺を参考にしていただければいいんじゃないかなって思いますね。はい、というわけでこの動画参考になったよって思ってください。グッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画もお楽しみに。じゃあねー。